速報です。安曇野が好きな皆様こんにちは。今安曇野市の北海道交差点です。長野県道25号塩尻鍋割穂高線山麓線、桜の満開が過ぎていよいよチューリップです。今国営アルプス安曇野公園へ向かっています。正面に見えてる山は北アルプスの常念岳2875メートル。桜の満開は過ぎてしまったのですが、これから5月の上旬まではチューリップの見頃が続きます。今回は撮りたての動画で早咲きチューリップの可愛らしさと残り桜の美しさを一緒に楽しめます。こんなのや、こんなのも、素晴らしい。見事でした。ビューティフル。かわいい。やっほー。グッド。いい感じ。のんびり。ウキウキ。かわいらしい。見事、見事。素晴らしい色だ。かれんかれん。もちろんこれら全部動画で見れます。このチューリップと残り桜の景色を動画でたっぷり眺めてください。今回は早咲きのチューリップです。遅咲きのチューリップはゴールデンウィークにかかるので、この駐車場はきっと満杯です。さあ到着。公園の祭りはすでに始まっています。チューリップ畑は広いですよ。人気投票も実施中。皆さんのお好みはどれかな？というわけで急いでチューリップ畑へ。この池の先にあります。
さて、ここからは取り立てを優先したいので、余計な編集時間を省きます。どうぞ映像の眺めを楽しんでくださいませ。
遅咲きも取りに寄ってみるつもりです。遅咲きの開花も楽しみです。いかがでしたか？ご覧いただきありがとうございました。